極神会館は、空手家の大山マスが設立した武道団体。正式名称は、国際空手道連盟、極神会館。前身は、大仙道場。極神の由来は、千日をもって、初心とし、万日をもって、極とすという言葉の、心を、間に変え、名称とした。1964年4月、大山マスは、 大戦道場を財団法人、極新小学会の参加にして、国際空手道連盟、極新会館を設立。会長に佐藤栄作、副会長に毛利松平を迎え、大戦は館長に就任。同年6月に東京都豊島区西池袋に本部道場が竣工建設には資金援助をしてくれた人たちのほか 黒崎検事師範の貢献がとても大きいと中村忠氏は証言している。極神会館は伝統派から手に対し対戦相手に技を実際に当てる直接打撃性の低章と啓蒙を行い、がそれぞれ相乗効果を働き発展してきた。最盛期は1990年代の大戦、存命中で各都道府県へ支部が設置され、 世界123カ国に公認支部道場が1000以上、会員1200万人の規模であったが、国内法的には、法人ではなく自然人、つまり代表者の個人事業であった。1994年に退散がなくなると弟子たちが、おのおの極新会館を名乗り、団体ごとに、文下生が在籍。それらに付随して、各種大会が行われている。以下、 自称から大戦が艦長及び総裁についていた時代とその分裂を記す。大山マスタ自らボクシング、柔道、合気道を学んでいたことから、道場には新種の精神があった。大戦道場から極神会館へ組織変更した1964年には、タイへ遠征し、黒崎賢治、中村正、藤平明雄が、 ムエタイルールで、ムエタイと試合をした。1969年4月に、ネットは、ワールドキックボクシングを開催し始めたが、2ヶ月前から各方面より選手を集め、ムエタイ選手や日本憲法空手道ドーに、出場要請をし、極新会館へもオファーがあった。大戦は、皇帝の山崎寺市長、添野義次及川博士をえりすぐり、 極新事務所属として参戦。キックボクシングはネットほか TBS、日本テレビ、東京12チャンネルの4局で放映され、キック戦国時代と呼ばれるほど4局が視聴率争いにしのぎを削るブームで新興スポーツとして注目されていた。参戦した山崎や添野が小勝ちして強さをアピールしたことにより、結果的には後に開催される。 オープントーナメント全日本空手道選手権大会の宣伝にもなった。直接打撃性による組手試合は山田達夫が1962年に初めて実施していたが、寸止め試合を行う伝統派空手の初流派から目殺され失敗に終わった。大山マスは極神会館竣工以降、1964年に行われた。 東京オリンピックの各種オリンピック競技をたびたび、スタジアム観戦していたことで、極新会館内の基礎い,いではなく、多流派、多格闘技の参加を認めたオープン制と、トーナメント制の選手権大会を開催しようと、検討し始め、名称もこの時は、全日本格闘技選手権大会としていた。 今でこそ直接打撃性の空手道選手権大会をいろいろな流派が開催しているが、当時は直接打撃に器具を抱く会場側は決して協力的ではなく、極神会館は試合会場をなかなか確保できなかった。東京体育館とは都合3年も交渉を行い、その頃、盛んになり出したキックボクシングの例を挙げ、その安全性を よく説明することにより許可を得て、ようやく1969年9月に、念願であった第一回オープントーナメント、全日本空手道選手権大会として、開催に至った。オープントーナメントと歌った全日本選手権は、空手界の、閣流派は、もちろんのこと、武道全般、憲法、ボクシング、キックボクシング等、誰でも参加できるというキャッチフレーズで、 参加の呼びかけを行った。ハン・タケシをはじめ、申し込みをした選手の半数が多流派で、中には、柔道三段で、体重100キログラムを小杉ドン・ギダリー、黒人ヘビー級ボクサーのポール・ジャクソン、ムエタイのランキングボクサー、ビラホン・ハンピーン、サカオ・チャル・ムーン、サマン・ソー・アディソンと、他格闘技からもエントリーしてきたことで、さながら、一種格闘技戦の様相を呈していた。 無差別級で直接打撃性による子で決定するとし、反則は顔面への聖剣、肘打ち、噛んで、頭突き、筋的攻撃のみで、投げやつかみも認められていた。6時間にわたる、激しい試合展開となったが、キックボクシングでも活躍した山崎寺司屋さが優勝。添えの良史寺が準優勝と主催者である、極真会館の選手が上位を守った。 大山マスも、これで、極真の看板を下ろさずに進んだ、と胸を撫で下ろし、工業的にも7000人の監修を集め、成功した。このことが翌年以降の継続につながり、年に1回の全日本選手権が開催されている。1972年に、パリで開催された、世界空手道選手権大会で、全日本空手道連盟翼科の日本選手が、 団体戦で惨敗。個人戦は試合を放棄したことで、柔道に続き、空手よ、お前もかと、各種マスメディアで取り上げられた。これに対して、大山マスタツは、日本の空手は負けていない。近い将来、国際空手道連盟、極新会館主催の世界選手権を開催して、日本選手の強さを示すと声明を発表して、百七十五年には、 1> 第1回オープントーナメント全世界空手道選手権大会を開催し佐藤勝明が優勝したその後4年に1回全世界選手権は開催されている第1回全日本選手権のルールや運営手法が選手権大会の回数を重ねるごとにそれぞれ改定変更がされてきた以下その内容を記す ルール1971年第3回全日本、選手権1973年第5回全日本、選手権1979年、第2回全世界選手権1980年第12回、全日本選手権1984年第3回、全世界選手権、運営1971年第3回全日本。 選手権1973年第5回全日本、選手権1974年第6回全日本、選手権1979年、第2回全世界選手権全日本選手権、毎年11月に無差別級のオープントーナメント全日本空手道選手権大会を開催し、他流派や他団体の選手も参加できる。なお2020年は、 新型コロナの影響で無観客開催予定。1984年から毎年6月に体重制のオープントーナメント全日本ウェイト制空手道選手権大会も開催している。全世界選手権全世界ウェイト制選手権1997年に松井派が大山マスタツ総裁3年祭を記念し国技館で初めて開催。以降は 全世界大会の中間年に開催されている。見割り厚さ2.4センチメートルの杉板で、政剣、側刀手刀、塩皮で割った、合計枚数により競い合う。なお、松井派では、再延長で勝敗がつかなかった場合にのみ、手刀による見割りを行い、勝者を決めている。第1回全日本選手権から行われ、以下の更新をしている。国賓に指導したり、 演舞を披露することにより、国際的な普及に努めた。1968年8月に、ヨルダン王室に招かれ、フセイン一世モハメド皇太子など、王室関係者に指導を行った。1970年6月14日には、フセイン一世の妻、ムナ王妃、フェリアール王帝妃一行が来日し、滞在先である、東京ヒルトンホテルで、演舞会を催した。 足原秀幸は頭突きで河原を割り、とりわけ山崎寺仕屋佐と添野義治の組手を見た王室一行は二人の実力、迫力に驚嘆していた。1972年2月にスペインのカルロス皇太子とソフィア夫人が来日した。カルロス皇太子は空手を習っていたことから、当時、極真会館副会長の毛利松平の中立ちで演舞会が催された。 同月21日に、大山マスタツイカ、大山康彦、山崎寺市長、添野義次、鈴木康平、三浦美幸、佐藤勝明、磯部聖二、大石大悟、ハワードコリンズなど、黒帯、茶帯約20名からなるメンバーが、赤坂の迎賓館に訪問。基本稽古から各種見割りの後、第1回全日本選手権チャンピオンの山崎、寺や也里、 第3回全日本選手権チャンピオンの佐藤勝明の模範試合が行われるなど、夫妻の前で数々の空手の技を披露した。1981年6月にサウジアラビアのファイサル皇太子が総本部に来訪した。ファイサル皇太子は演武を堪能後、指導員の派遣を要請した。1950年代は大山マス達が国内外を遠征をしていたが、 1960年代、半ばから、弟子を国内外各地に派遣し、支部の設立と門下生を育成した。海外では1966年の黒崎賢治が、投したのを皮切りに、中村正、大山茂、大山康彦、三浦美幸、岸信幸を、アメリカ各地へ、加藤修行を、オーストラリア、松島良一を、シンガポール、 磯部政治をブラジルへと派遣し、帰国した者を除き、支部長として永住させた。また、自ら来日し、本部道場で稽古したジョン・ブルミン、ヤン・カレン・バッハ、ルック・ホランダー、スティーブ・アニール、ハワード・コリンズ、ジャン・ジャービス、ジョン・テイラーらを帰国後、現地の支部長や指導員に任命した。国内でも、加藤・茂雄、足原秀・秀幸、ユキ、ソエ松島良一、 高木薫、長谷川和幸、大石大吾、花沢明、東隆史、浜石木安らを、派遣や企業などで、各地の支部長に据えた。これらの活動が、佐藤敏和、二宮上皇、田原敬造、水口敏夫、松井正敬、増田明ら孫弟子が、前後して、大学の空手道部も参加にし、常成大学に在学していた添野が、道部に帰省の高木。 三期生の三浦美ゆ吉岡幸男、を、六期生の花沢を、早稲田大学に在学していた東は、三部刑事、など多くの人材を輩出している。1985年以降は、山田忠だ趣の東京とか上西支部か、広重武の東京城南川崎支部のいずれから、チャンピオンや上位入賞者を多く輩出する時代が、続いた。海外では、チャールズ・マーチン、 ウィリアム・オリバー、ウィリー・ウィリアムス、アデミール・ダ・コスタ、フランシスコ・フィリ、ジャン・リビエール、ハワード・ロブマン、ミッシェル・ウェーデル、ジェラルド・ゴルドー、ピーター・スミット、アンディ・フグ、マイケル・トンプソン、ハンス・ラングレン、サム・グレコ、ケニー・ウーテン・ボガードラの孫で支配室となり、組織拡大につながった。しかし、1975年代前後から、相次いで弟子の波紋、独立が発生。 ほとんどの支部が独立採算を取っていたため、現地の文化生も一緒に離れることとなった。一時的に縮小したりしたものの拡大の勢いは落ちず、1990年代に入ると、各都道府県へ支部の設置が完了し、最盛期には、世界123カ国公認支部道場1000以上、会員1200万人の規模となった。 大山マス自らも精力的に執筆した。1966年には極真会館の機関紙として月刊近代空手を発行。1978年からは新たに月刊パワー空手を機関紙として創刊した。また、空手馬バカ一代に登場した弟子のほとんどがおのの自助伝や技術本を出版した。007は二度死ぬの撮影で、 姫路城の屋根で忍者舞台役で戦うシーンに藤平明夫と加藤茂雄が出演した。この撮影には各流派の空手家が集まっていたが、撮影の合間にも大沢と加藤は練習していた。その熱心さにジェームズ・ボンド役のショーン・コネリーが彼らを気に入り、あなたたちの道場に行きたいと言い、1966年9月3日にコネリーが、 本部道場に来訪して演舞会が行われた。藤平、加藤の他に、大山茂、郷田雄三、足原秀幸、鈴木康平らが参加し、数々の見割りや演舞を披露した。なお、コネリーには、名誉三段が贈呈された。東映は、大戦道場時代からの弟子である、千葉慎一主演で、大山マスを、主人公にした、剣格主曲新券。 剣閣主曲新ブライ空手馬鹿一代を三強映画が、地上最強の空手、地上最強の空手に、最強最後の空手を制作し、それぞれ公開された。東映の三作品には、大戦道場や設立直後の極新会館で、市範台を務めた石橋正史も出演している。これらの映画に、極新会館は全面的に協力した。 梶原一騎の原作で、虹を呼ぶ拳、空手馬鹿一代、四角いジャングルなどで、大山マスタと、極真会館は、実名で取り上げられた。特に、空手馬鹿一代は、大山を、主人公にし、弟子も紹介された作品で、アニメ化や映画化もされた。梶原一騎らとの協力によります大戦、空手スクールを1972年に設立。自宅にいながらにして、 極真空手を学べるとして、少年漫画誌を中心に、大々的な宣伝を行い、多数の受講生を獲得した。1973年には、渋谷に通信制向けの実技道場を構え、市販代を山崎寺司屋指導員を鈴木康平などが務めた。1973年の第5回全日本選手権からテレビ中継され、その後、全日本。 全世界選手権開催ごとに、東京12チャンネルやネットで放送された。雑誌では、ゴング格闘技、格闘技通信、月間フルコンタクト空手にも、頻繁に登場した。分裂後、移転した、松井小慶派の総本部道場1994年4月26日、極新会館の創始者である、大山マスが逝去。 絶対無比のカリスマ退散を喪失した極真会館では、没後間もなく、その後継の座をめぐっての主導権争いが始まった。やがて、団体幹部や、支部長、それに準ずるクラスの人物、大戦の遺族との間で、団体は4分5列の様相を呈してゆく。その後も、数多くの人物による分派や、独立も続き、極真という商標も、奪い合いとなり、 これらは訴訟係争という事態につながっていた。その他の指導者や一時代を築いた有力選手にも知名度が上がるとともに、このような政治的な争いに巻き込まれることを嫌って、極心から離れ、独自の空手道を求めていったものが少なくない。大選選挙の翌々日、極心会館の審議委員長であった梅田義明が、大戦総裁は遺言で、松井証継を、 次期後継者に指名されたと発表。5月10日に、梅田を財団法人、極新小学会理事長、松井を、艦長、合田雄三を最高顧問、牢山発尾最高顧問、主席師範、支部長協議会の会長を、西田幸夫とし、新体制による運営が始まった。6月に入り、遺族が、記者会見を行い、 遺言に疑問があるので法的手段に出ると発表し、本草時にも抗議活動を行った。国内の支部長では9月までに、高木ルら系5人が、新体制にことを唱えて離れた。2月に、高木ルら5人の支部長が、大山千夜込み防人を官庁と氏族派を結成する。4月に新体制の松井官庁派から、西田。 三部刑事ら35人の支部長がいる支部長、競技会派に分裂。この国内の分裂は海外にも波及し、世界各地で支部の取り合い、選手の引き抜きも行われ、分裂が生じた。松井官長派は、中村誠や山田忠志みのるら12人にまで減ったが、半年後には、川畑光一ら人が支部長競技会派から復帰した。8月には、 千夜子館長を頭とし支部長協議会派と遺族派が合流。同年から各種大会が松井館長派と大戦派に分裂して開催されるようになった。松井館長派と大戦派はそれぞれの機関紙であるワールドカラテと極真魂市場で数年間双方の正当性を主張し合っていた。1997年3月17日に 遺言書の有効性を否定する判決が最高裁で確定した。その後大戦派は競技会派と遺族派に再分裂。競技会派は1999年に西田、増田明が離脱。さらに、理事の役職にあった田畑茂、七戸康弘、桑島誠弘らが離れ、前後して離脱した長谷川和幸、大石大五らと2001年に、 極新連合会を発足させる。競技会派に残留したものが、現在の新極新会となった。遺族派は松島派、手塚グループ、極新会館創家に分かれる。一方、松井は自派を株式会社化し、団体名称を株式会社国際空手道連盟、極新会館と刷新したが、こちらも、さらなる分裂が続いている。2002年に、 極神小学会の梅田が松井と関係を断つと、同年11月に、老山屋地区本部長を務めていた、広重武史、五山秋浦も去り、彼らは、極神館を起こし、梅田と一緒に休眠していた、極神小学会を復活させた。2005年には、水口敏夫、河西康弘らが、2006年には、 浜井式安が松井派から離れ、極神小学会の協力団体になった。2008年、木村康彦が全日本極神連合会へ移り、2010年8月には、国際委員会委員で、欧州地区担当のルック・ホランダーが、参加の支部と共に松井派から離脱した。この期間に、黒沢博己、小笠原和彦、八巻健二、和美はじめが独立し、 自派を発足している。選手では、ニコラス・ペタス、野尻ユータ、高久正義らが離脱また、近年では、極神会館の愛媛県支部長だった、高見成明と、高見明が、三下の分支部と共に独立。2016年には、兵庫、大阪南支部支部長の中村誠が松井派から、脱退した。松井派、大戦争家、新極神などは、 自らが、大戦の極真空手の唯一の正当後継であると主張しており、他の極真諸派の存在を認めなかったり、認めていても消極的である。それに反して、社団法人、極真会館や財団法人、極真小学会は、他の極真空手諸派の存在を認めようとする団体である。極真会館関連の商標をめぐって、極真総計 連合会、極神館らはそれぞれ松井派と係争中であったが、2009から2010年に大参加の商標登録が確定した。しかし、2017年5月に特許庁は、審判で、出願は他の事業者の活動を妨害する不正な目的と判断、登録は無効とした。極神系の主な会派、団体、小規模な団体、単立道場も含めれば、 さらに増加する。以下、あくまで著名団体のみ、小規模な団体や、海外も含めれば、さらに増加。ありがとうございます。